とある日のお兄チャンネル。俺の住んでいるアパートがやばいんだが、というスレを立てた一致。しかし、この話の結末は、誰も予想できない、衝撃的で残酷な展開になるのでした。まず、はじめに一致は、みんな聞いてくれるかな、と言って語り始めました。なんでも、一致は販売系の仕事をしているそうですが、仕事の都合で長野県に引っ越すことになったそうです。そしてその引っ越し先のアパートには、得体の知れない何かの存在を感じるらしく、いつまで経っても居心地が悪いとのこと。しかしそんなアパートの話より、引っ越し理由を聞きたがる野次馬ニキたちが寄ってきたり、イッチの引っ越し理由を仕事上のトラブルによるものだと考えるバッドエンドしかかたんニキも現れます。すると、イッチは引っ越し理由を、同僚と上司に仕事のことでボロクソ言われ収拾がつかなくなったことが原因だといい、転勤というよりは左遷に近い状況なのだと正直に明かしました。ここで、生まれてこの方、親のすねをかじって生きてきた、自宅で警備員ごっこニキたちのために、左遷について解説しておくと、人事異動によって今までよりも低い役職や地位に落とされることを言います。そして、左遷をきっかけにアパートに引っ越すことになったイッチは、そのアパートで謎の騒音に悩まされているそうです。すると、俺の住む騒音アパートよりはマシだ、という騒音マウントニキが現れますが、イッチは構わず騒音の詳細について語り始めました。どうやらその騒音は、トントンやキーといった不気味すぎる音で、音がする場所や時間帯もバラバラらしく、いつ音がするかわからないとのこと。そしてその居心地の悪さや変な音は日に日にひどくなっているらしく、今では毎晩のように奇声が聞こえたり、寝ている近くから歯ぎしりが聞こえてくると言います。さらに家中どこからでも視線を感じたり、広場の鏡に人影が映ったりするらしく、その時は広場でちびりそうになったそうです。こうした状況からイッチは、この部屋には自分以外に誰か住んでいると確信するのでした。しかし、ここまで特に証拠もないことから、スレミンたちはイッチの自演を疑い、スレナイは解散ムードに包まれます。また、中には広場で用を足すことが快感だと言い出す、お風呂場ジョボビッチニキが現れますが、スレナイには毎晩風呂場で用を足しているというキングオブジョボビッチも存在するのでした。するとそんな中、あるスレミンから家の中をカメラで撮影してみたらと提案が入ると、オカルトシカカタンニキたちから期待のコールが飛び交うのでした。そうしてイッチはこの後撮影すると宣言し、スレミンたちにどこを撮影すればいいかと問いかけました。すると一人のスレミンから、変な音が聞こえる場所を移した方がいいとごもっともなアドバイスが入り、早速イッチは0時過ぎに動画を撮り終えたらアップするといい、スレを去っていくのでした。そして2時間が経過し、遅刻は0時を過ぎましたが、なかなかイッチは現れません。それからさらに2時間が経過し、時刻は午前2時を回った頃、ようやくイッチが現れます。何でも仮眠をとっていたらガチ寝してしまったとのことで、イッチは慌てて動画をアップします。その動画がこちらです。その動画を確認したスレミンは、事故物件を追う、や、年季の入った家だな、と、イッチのアパートをディスり始めます。また中には、こんな家住むくらいなら一生実家に住むと言い出す小道寺宣言日記や、昔行った心霊スポットを思い出してちびってしまうスレミンも現れるのでした。さらにそのおもらし日記は、怖いからもう寝ると言ってアンモニアパンツを放置する始末。しかし、イッチが撮影した動画からは肝心の変な音が確認できず、スレナイはまたもや解散ムードに包まれます。すると、ここであるスレミンから、家の中ではなく、家の外から聞こえるのでは、と
と指摘が入ると、イッチは今から取ってくると言い、スレを去っていきました。そして20分後、外の撮影を終えたイッチがスレに戻ってくると、早速動画をアップします。しかしその動画からは特に何も確認できず、スレミンたちのテンションはだだ下がりしてしまうのでした。こうしてスレミンたちの期待を裏切ってしまったイッチは、また変な音がした時に動画を撮るとスレミンたちに約束し、スレから姿を消すのでした。そして数日が経ちましたが、イッチが一向に姿を現さなかったため、スレを疑うスレミンも現れ始めますが、スレ内には、イッチを信じていつまでも待つよ、と、暇人衆を漂わせた中堅八校二期もいるのでした。それから3日後、ついにスレに現れたイッチは、動画をアップして以降、奇声や変な人影が出なくなった、と報告します。しかし、今日はまた違う奇妙な体験をしたというのです。なんでも、イッチは自宅アパート前で、住人と警察官が話しているのを見たそうなのですが、イッチが玄関から顔を出すと、話している住人と警察官がそそくさとどこかへ行ってしまったのだとか、またイッチにはその二人の会話がよく聞こえなかったそうですが、なんとなく夜中の帰省や変な音に関係しているかもしれないと感じたそうです。この久々のイッチの登場にスレナイは大いに盛り上がりを見せますが、多くのスレミンは、イッチの顔を見た途端、警察や住人が姿を消したことを不審に思うのでした。また、イッチ自身も警察のお世話になるようなことはしていないと言い、自分の顔を見てなぜ二人が逃げたのか全く理解できていない様子。さらには、今度見かけたら話しに行く、と宣言するのでした。そんなイッチの突撃宣言に、スレミンたちの期待もみるみる高まっていきます。そして翌日、イッチは昨日の夜また変な音がしたとスレミンたちに報告します。なんでも一晩中外から不気味な声が聞こえたそうで、さらにあちこちからゴソゴソと物音が聞こえたと言い、ほとんど眠れなかったのだとか。しかし急だったこともあり、カメラを回す余裕はなかったとのこと。そしてイッチは今夜寝るのが怖いとかなり動揺しており、最後に発狂しそうだと言い残し、再びスレから姿を消すのでした。こうして取り乱すイッチの姿を見て、2チャンネラーには珍しく心配する素振りを見せるスレミンや、警察に相談しろとまともなアドバイスを送るスレミンが現れます。それから数日後、イッチは先日は申し訳ございませんとなぜか丁寧な口調で突然謝罪をします。そしてこの数日間で起きた出来事について語り始めました。なんとイッチの元に警察官が訪ねてきたらしく、そのまま事情聴取を受けることになったそうです。その事情聴取の内容は、近隣からクレームが出ている、夜中に何をしているのかというもので、身に覚えがないイッチは呆然としてしまいます。すると警察官はボイスレコーダーを取り出し、その中の録音データを再生すると、そこにはイッチの助けてくれや殺さないでくれという規制が録音されていたのです。このまさかの展開にスレナイは一瞬にして凍りつきます。そしてその後、イッチは警察官から、一度病院へ行ってみては、と優しく声をかけてもらい、精神科へ行くことにしたそうです。その結果、イッチには重度の精神疾患があることが判明し、病院側から早急に入院することを勧められたといいます。ところが入院先が見つからず、イッチは一旦自宅療養になり、定期的に精神科を受診し、抗精神病薬を飲むことになったそうです。この衝撃的なイッチの告白に、話を聞いていたスレミンたちも動揺が隠せません。そして変な音や警察が来た理由がイッチの精神病だと判明し、スレミンたちは
隣人が警察に通報したことや、隣人がイッチの顔を見て逃げたことに納得するのでした。それからイッチは病院で新たに判明した自身の異常について語り始めました。それはイッチは精神科を受診した際に MRI で頭をチェックしたらしいのですが、なんとイッチの脳に奇形が見つかったというのです。そしてイッチは精神科から薬をもらうのは異常者扱いされていて嫌だと、まるで自分は正常者だと言わんばかりにスレミンたちに訴えるのでした。そんなイッチに対してスレミンたちは周りから見たら異常者だと反論しますが、イッチは毎晩あの絶叫や奇声が聞こえるなんて隣人がかわいそうだと、まるで人ごとのような反応を示します。その他人行儀感に多くのスレミンたちは不気味さを感じ、イッチに対して早めに入院するようにと勧めるのでした。しかしそれからイッチがスレに現れることはなく、このままこのスレは終わりを迎えると思われましたが、イッチがスレから姿を消してから3日が経ったある日、あるスレミンが衝撃的なニュースを書き込みます。それはイッチが住んでいる長野県松本市で殺人事件があったという記事で、その記事には長野県松本市のアパートで変死体が発見されたとあり、また死因は頭部を殴打されたことによる損傷死だったとのこと、さらにこのアパートに住む40代の男性を逮捕したといい、その容疑者は毎晩女が泣き叫んでいてうるさかったと供述していたそうです。また容疑者の部屋からは一錠も飲んでいない向精神病薬が出てきたそうで、関係者の取材からも重度精神病を患っていたことが判明し、減刑もあり得るとのことでした。するとニュースを読んだスレミンたちからは、容疑者が女が泣き叫んでうるさかったと供述していることや、精神病を患っていることなどからかなりの確率でこの事件の容疑者はイッチなのではないかという意見がスレ内の大半を占めました。そして普段は二次元の女性にしか興味のないスレミンたちも、さすがに今回ばかりは殺された女性に同情し、なんとも許せない不愉快な気持ちになります。またこの記事からイッチが40歳代のおっさんだったことに衝撃を受けながらも、仕事で左遷されたと話していたため、仕事関係で統合失調症などの精神障害になったのではないかと考察するスレミンや、イッチを追い詰めた上司たちも悪いと話すイッチ擁護派のスレミンもいるのでした。また中には重度の精神病患者であるイッチは即入院させるべきだったと医者を責めるスレミンも現れますが、スレ内は一錠も薬を飲んでいないイッチも悪いと指摘する意見が大半を占め、イッチに対する批判の声でスレは埋め尽くされていきます。ところが事件から1週間後、あるスレミンによって新聞記事の切り抜きがアップされたのです。その記事はイッチと見られる容疑者が書いた手紙について書かれたものでした。そしてその手紙にはようやく現実と夢の区別がつきました、僕はまだここにいたんですねといった、もはや常人には理解できない文章が書かれており、イッチの異常さがあらわとなるのでした。そしてその手紙の横には書いた時に使用したと思われるボールペンがあったそうなのですが、なんとそのボールペンにはどす黒い血のようなものがべっとりとこびりついていたそうです。こうして後味の悪い雰囲気を残してこの話は幕を閉じるのでした。なぜイッチは薬を飲まなかったのでしょうか。もしかすると精神病として事件を片付けてもらおうと考えたのかもしれません。イマジン2期2期たちの考察をお待ちしております。次の動画も楽しみにしろください。